これまでのあらすじを見ていきます。虹色の枝を探し旅を続けるミカミックスはグロッタの町の舞踏大会に出場し優勝を勝ち取った。その後ミカミックスはアラクラトロの支配から解放されたパートナーであるハンフリーと共に2人の優勝を祝う表彰式に参加する。表彰式が行われる中、自分の罪にけじめをつけたいとハンフリーからエキシビジョンマッチを申し込まれ、ミカミックスはその戦いに勝利する。エキスに頼らず弱くなってしまったハンフリーだが、観客はチャンピオンの健闘と功績を称えた。いよいよミカミックスに優勝賞品の虹色の枝が贈呈されるはずだったが、枝は牢に盗まれてしまった。見覚えのある仮面とともに置いてあったという手紙にはミカミックスの故郷であるユグノヤ城跡、そこでミカミックスを待つと書かれていたのであった。てかあんなとこに置いとくのもさ、すぐパクられる要因だよね。もっとなんか厳重に保管しとけよ。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11続きをやっていきたいと思います。じゃあ現在グロッタの仮想にいるので、ちょっとそのままユグノアを目指していきますか。これさ、採掘ポイント見れるんだよね。すぐ近くにあるじゃん。浄毒消しそう、落っこってるし。これを活用しながら行こう。このまま直進していくと、とりあえず 1,2,3,4 つくらい取れんね。いや、こんなん知らなかったよ。今までわざわざこうね、端を攻めるとか言いながらさ、やってたから。シルク妖精蝶、あ、また乗れるやつがいるな。こいつぶっ倒していくか。奥の方多分乗っていく感じだよね、地図的に。あ、待って、どうなってるっけ作戦。ガンガン行こうぜ。セーニャーはまあバッチリでいっか、通常の敵だし。なるほどな。うん、カウンターとか何？ベギナマップ。すげえ、ほんと強えわ。え、山賊のサーベル？なんだそれは。装備袋の方かな。ある。片手剣、山賊がよく使う。弱い、鋼に比べれば全然だな。所詮は山賊が使うものよって。ここいっぱいあるの。ゲッ、妖精の面か。ストーマン、あれヌルッとある。あ、これあー、めんどくせえな。取り行こう。いや、忘れそうだな。ストーンマンに当たっちった。オークがいる、うん、ここでもベギラマの方が単体でも強いんだな。デイン、風のサラキュー。え、すげえ減る。魔法が通るね。メラ、どこだ？あ、こっちだよね。おお、すげえ。でこれゲットしてシルクソウ。これって宝箱の位置はさすがに分かんないよね。採集できるものはあるけど、この宝箱回収したら一回戻ろう。ユグノは金か。高く売れるのかな。これこの大滝か、ユグノはの。じゃあヌルッと層みたいなのを手に入れたから、ちょっと一回ルーラで戻ります。ではこいつに渡しましょう。ヌルッとアロエ、いい具合のヌルッとアロエじゃないか。どうも俺は鎌の扱いが下手とか。鎌で切らないとヌルヌルが出てこない。へえ、そうなんだ。主人公何でもできんな。
この荒れてる旗じゃ迷惑なだけ。そんな荒れてんの？ハンサムな装備のレシピやったぜ。ハンサムスーツ、ハンサムスカーフ、この2つか。よし、じゃあちょっとまたユグノアの方に戻りますか。ではユグノア地方ですね。てか悪魔の騎士がいるんだけど、一応もう一回採集できるものは見ながら、このまま下でいいな。ちょっと左の方になんか、これ絶対ストーンマンでしょ。建物があるね、中に何か。うん、完全に何もなしか。裏手とか何にもない。一周もあれるし、悪魔の騎士どうしようかな。つっついてみるか一回。音も引き連れてる。デインでまず音も一掃しよう。逃げてった。悪魔の騎士は鎧の騎士だ。タックル、そんなに強くなかった。こいつの連携って何？超暴走魔法陣、見るだけ見てみよう。暴走率がアップすんの？倒しちゃったんだけど。終わったな。まあいっか。じゃあちょっと、こいつなんだっけ、デスフラッターだかな、そんなような名前だよね。デスフラッターだ。叫び、おっとセニャ、左手ってか右手の方が弱いのか。神は左利きだから。で、あそこに見えるな、取れるものが。今ここでしょ。とりあえずあれを取って、ここにキャンプ場がある。これで一回キャンプすれば登録されるかな。あの商人なんなのマジで。家事するか、新しいやつ。レベルアップした。よし、集中力はね上がってくれないと。魔獣の皮、ハンサムスーツとハンサムスカーフ、なんかベストドレッサーコンテストみたいなのあんのかな今回。回収、銀鉱石か。で、あとはストーンマンが動き出している。こっちにもあるといえばある。この中とかかな。お、裏手だね。魔力土。で、さらに逆サイ。こっちか。いや、全然これ見ながらやればよかったな。よかったなとか知らんかったし。どこだ。あ、ここか。ストーマンって夜に動き出すんだ。蝶の羽、気づかれた。あとこっちの方、あった。はやめちゃ楽だ。あ、ユグノアの銅か。で、ちょっともうユグノア入れるんで先に入っていきますか。じゃあユグノア城下町、これ辺がだから普通のもうユグノア町だったんだな。げっ、なんかすげえのがいたんだけど今前方に。
ここがあなたの故郷、ユグノア王国ね。噂では聞いてたけど、ひどいありさま。16年前、世界一の歴史を誇るユグノア王国は魔物の大軍勢に襲われ、たった一晩で滅びたそうよ。ユグノア王や王妃、そして偶然訪れていたデルカダールの王女様も魔物に殺されたと聞いているわ。あ、もしかしてその王と王妃ってあなたのお父さんとお母さん？にしても仮面舞踏会で戦ったあのじいさんと女舞踏家はどこにいるんだ？呼びつけておきながらもったいぶりやがって。奥の方にかがり火が見えるわ。もしかしたらあそこにいるんじゃない？やっぱりドラゴンがいるんだけど、採取できるもの一応右と左にあるな。戦おうドラゴン。ほら、強い。2回攻撃かよ。いけた。右手が全然当たんねえな。2とか。助かったぜ。それせい。イオ、イオが効くの？ドラゴン。あ、結構ダメージは取ってない。おお、かわした。三河氏の服だからか。風のさらき。かってえな本当に。600、結構経験値持ってんね。普通にうろついてんだけどドラゴンが。ちょっとアイテム、アイテムあったあった。魔獣の皮と、あと逆にもあったんだよね。家の中とかかな。この中にあったドラゴンの皮。いいものを見つけた。いいものを見つけたって言ってもね、所詮は買えるからね。買えないものもあんのかな。そりゃそうだよね。全部買えたら話にならんしょ。こいつ絶対さ、僕は悪いスライムじゃないよとか言ってくるよ。ほらピキいじめないで、僕悪いスライムじゃないよって。いいこと教えてあげるから信じて。この井戸はお城の方につながっている。もしもかかり火のあるところに行きたかったらこの井戸に入ってね。行けないんだ。瓦礫が崩れてるけど、この先は通れそうにない。これくらいだったらいけそうだよね普通に。もうなんか毎回そういうのを言ってるけどさ、そういうところもうちょっと根性を出してほしいよ。で井戸、井戸はこれは多分通り道だからアイテム的なのは落っこってなさそうだけど、これも見れんの？採取できるものない。よし、そうと分かれば駆け抜けよう。ルコってなんだっけ。ああ、あいつか。ユグノア城跡。あ、いた、じいさん。お主らが来るのを待っておったぞ。すまんな、夜になってしまったよ。一緒にいた姉ちゃんの姿が見えないが、じいさん一人だけか。ゆえあって姫には席を外してもらっている。それにしてもよく来てくれたの。さあ来いと言うから来てやったぜ。奪った虹色の枝を返してもらおうか。
俺たちにはあの枝が必要なんだ。ふん、お主たちに必要とな。それはこの者が勇者であるからかの。じいさん何者だ。16年前に死んだと思っておったぞ。だからグロッタの舞踏会で手の技を見たときは真の像が止まるかと思ったわい。お主にどうしても見せておきたいものがあったんじゃ。少しだけこの老人に付き合ってもらうぞ。こいつはユグノア出身のじいさんかな。しかも城の関係者っぽいよね。大臣か何かか。こっちじゃ、これ遅いんだけど。もういいや、適当に行こう。この地は辛い思い出が多くての。おいじいさん、あんた何者なんだよ。あの頃わしは隠居しておっての。城下に降りては民と杯を交わし笑い合う、そんな毎日を過ごしておったのじゃ。え、上皇様。じゃが16年前のあの日、魔物たちが全てを奪っていった。今やかつての栄華は見る影もない。たった一晩でこうなってしまったんじゃ。おっと、すまんの。お主に見せたかったものは別にあるんじゃ。では行くとしよう。おじいちゃん、このお墓は？この国のユグノアの国王夫妻の墓じゃよ。それってつまり彼の。さよう。勇者の実の両親、すなわち16年前に亡くなったわしの娘と婿殿の墓じゃよ。え、ということはあんたこいつのじいちゃん。娘も死に婿殿も死に、それでもわしだけが生き残ったことには意味があると。そう思わなければあまりにも辛すぎた。だから16年間わしは追い求めたのじゃよ。なぜユグノアは滅ぶことになったのか、その原因を探るのを生きる目的としたのじゃ。そして各地を回りわしは知った。勇者伝説の信奉者であった盟友デルカダール王の変身をな。16年前のあの日からデルカダール王はまるで人が変わったかのように勇者を悪魔の子と呼び非難を始めたんじゃ。あまつさえ自分の娘の死まで勇者の仕業として世に広めている始末。わしには王が正気であるとは思えなかった。裏で何かが起きている。王国の真相と盟友の変身、二つの謎を必ずや解き明かしてみせると誓ったのじゃ。エレノアよ、
アムウィンよ、喜べ。お前たちの息子じゃ。元気に生きておったぞ。よく戻ってきたな、我が孫よ。よくぞ、よくぞ生きていてくれた。こうして16年ぶりに愛する孫と再会することができたんじゃ。このじいの頼みを聞いてくれんかの。ユグノワ王家には代々伝えられている鎮魂の儀式があってな、非業の死を遂げたエレノワたちを共に弔ってほしい。儀式は城の裏山にある祭壇で行う。お主も祭壇まで来てくれ。このじいさんもマジで重い人生背負ってたんだな。ガチのじいさんだった。こっちじゃ、こいつについてったんじゃ。朝が来てしまう。先に行こう。ウサギ、ウサギいたよね。まあ、確かにユグノアが襲撃された理由、まあ勇者が生まれたからっちゃそうだと思うんだけど、一晩でね一国が滅びるとか、人間勢相当弱いよね。デルカタール兵がそんなに強くなかったからね、そもそも。済ませてくれたようじゃな。ご苦労であった、姫よ。あら、あなたは。皆さん下がって。鎮魂の儀式はユグノワ王家のお二人のみで行われるので、こちらにどうぞ。あんたじいさんに姫って呼ばれてるけど、もしかしてあんたは。静かに、儀式が始まるわ。ではわしの真似をするのじゃ。良いな。そんな難しいことされても真似できないよ。だけ火をつけるだけじゃん。人は死ねば皆命の体重へと帰ってゆく。あの体重の葉一枚一枚が人の魂と言われておる。されど魔物によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うという、そんな魂を救う儀式がこの地に伝わっておる。見よ、煙の光輝につられて光り輝く蝶たちがやってきおった。この蝶を人の魂と見立て命の体重へと送る。それをもって死者の慰めとするのじゃ。エレノアはただ死んだわけではない。
お主とデルカダールの王女を救うため自らおとりとなったのじゃ。かけがえのない二人の命が救われた。ありがとうな、エレノア。そういえば、エレノアはお主に何か残さなかったかの。母の手紙、内容忘れたわ。なんて書いてあったっけ。おお、これはデルカダール王を頼りなさいみたいな、そんな感じだよね。そうか、そういうことじゃったのか。この手紙があったからこそお主はデルカダール王のもとに。苦労をかけたな。しかしならばこそこうしてお主と出会うこともかなった。ひとえにエレノアの導きであろう。しばらく一人にしてくれ。鎮魂の祭壇。蝶みたいに命の退治まで飛んでいけたら苦労しない。まあそりゃそうだね。空飛ぶ乗り物とかはこの世界にはないのか。船はあるけど。じいさんと一緒にいるあの女の正体、さっきの話でようやく確信が持てた。まあそういうことだよね。ユグノワ城跡。戻ってっていいの？あ、いる。その大切なお命、まあ、何回か死んでるけどね。死んでしまったって表現されてるから。高校夫妻の魂もきっと慰められたに違いない。エレノア様。誰？いや、そんなに警戒しなくてもよくない？俺たちしかいないんだからさ。これは恥ずかしいところを見られたわね。エレノア様のことを思い出してたの。そう、君のお母様のことよ。歩きながら少しお話でもしましょうか。私の母は病弱でね、私が生まれてすぐ亡くなったの。エレノア様はそんな私を気遣って絵本を読んでくれたり花摘みに誘ってくれたり、本当に優しい方だったわ。だからそのエレノア様が子供を授かったと聞いて、私心の底から嬉しかったの。自分に兄弟ができたような気がして。そう、エレノア様と最後にお会いした16年前のあの日もこんな雨だった。あ、こいつあれか、オープニングでいたあの子供か。あれ、あれはこんなところまで来てんの。どうやら君たちの追っ手のようね。かなりの数だけど、あれだけの追っ手を出せるとしたら。デルカダール王国、急いでみんなの元に戻りましょう。え、じゃあマルティナちゃんちょっと年上だね。あの時もうすでにだってまあいろいろとあったってことは、
まあ少なくとも4歳5歳とかにはなってそうだよね。覚えてるからね、そもそもその時のこと。あ、いる。祭壇から逃げた連中はいたか。いや、見つからん。悪魔の子は。ダメだ、どこにも見当たらん。くそ、逃げ足の速い連中だ。あ、悪魔の子。みんな、ここに悪魔の子がいるぞ。仲間の女がいるぞ。どうする。フレイグ将軍からは悪魔の子を捕らえよとしか言われておらん。女の方は殺してしまえ。構わん、あいつも悪魔の子の仲間だ。こんなところで終わるわけにはいかない。大変だ、グレイグ将軍を呼びに行かないと。こいつなんか新人っぽい。新手を呼びに行ったようね。急いで山を降りてみんなと合流しましょう。さて、降りますか。あれ来てる、早い。さすがだな。そこまでだ、悪魔の子よ。デルカダールの将、グレイグ水産。デルカダールで脱獄した貴様を追い続け、グロットの町でようやく足取りをつかんだ。よくもここまで逃げ延びたものだ。悪魔の子は私が相手をする。その女はお前たちに任せた。くそ。どうした、貴様の実力はそんなものか。ここまでだな、悪魔の子よ。やめなさい、グレイグ。なんだと。まさかマルティナ姫なのか。ダメ、絶対に。姫様、結構元気だね。山小屋、一応地図見よう。そんなに遠くなかったわ。
これだったらすぐ追ってくるんじゃないか。あーあったかい。よかった、気がついたのね。外はまだ雨よ。服も濡れているし暖を取りましょう。君を助けられてよかった。もう二度とあの日のような思いはしたくなかったから。君とデルカダールの姫を救うためエレノア様はおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃったはず。そう、私こそがエレノア様に命を救われたデルカダール王の娘なの。16年前、君を抱いたエレノア様に連れられ私はユグノア城を脱出したわ。でも魔物の集団に追い詰められ、エレノア様は私に君を預けるとおとりとなって私を逃がしてくれた。それなのに魔物に見つかり、幼く非力だった私は逃げる途中で川に落ち、君を手放してしまった。あのあとロー様に助けられたのが私ではなく、せめて君であったならと何度も思ったわ。君とはぐれた後、私はロー様と共に故郷のデルカダール王国に向かったわ。お父様に助けを求めようと思ってね。でもお父様は私が死んだと決めつけ、勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実から人々の目を遠ざけるように。ロー様はお父様をそそのかしている者が背後にいるはずだとおっしゃっていたわ。お父様を利用しているのは誰なのか、真実を明らかにするため私とロー様は旅に出たのよ。でもまさかグレイグが来るとは。もしももう一度襲われたら次は逃げ切れるかどうか。雨が上がったようね。とりあえずユグノア城に戻りましょう。いや、ユグノア城に戻るの危険じゃないか。まだ兵士いるだろう。二人か、今一人だ。むしろ一人だった。しか採取できるものを見て全部復活してんな。一人で戦いたくねえんだけど。回避できるものは回避していこう。見つかった。で、この橋を越えて、あれ、そりゃそうなるよね。やはりな、あのようなことで死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の子よ。グレイグ、あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても使命を邪魔なさるなら切らねばなりません。グレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか
私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ、主君の命令が何よりも優先されるのです。そう、相変わらずね、グレイグ、あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。それなら、驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫であられた。相当な修羅場をくぐり抜けたようですな。ふざけないで、戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり。姫様こそ私を甘く見ておられますぞ。悪魔の子をかばいながら戦うなど少子千万、それで私の剣を裁けるとお思いか。いや、クリーグ、姫様、今ならされないように気をつけて。はや！マルティナ姫、あなたは一体。とりあえずここまで戻ってきたな。みんな。さあ、こう余裕かましてんの。あ、見て、無事じゃったか、二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。追ってはやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃんな。やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。はるか昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた関心によって滅ぼされたという。その魔物の名はウルノーガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ、遥か昔より暗躍し続ける邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。よいか、この世に生きる全ての者たちのために、お主はウルノーガと戦わなければならぬ。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは未知にして強大、闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に行かなくては。この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば、大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。虹色の枝ゲット。どうだ、
何か見えないか。何も見えよ。期待しすぎだよ。何も見えないって、その枝偽物？まさかあの情報屋にガセネタ掴まされたってこと？ここまで引っ張っといて、ありえないわ。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ。これで終わり。カミュ、お役目ごめんだ。あのめっちゃ光ってるけどね。これで 1,2,3,4,5,6,7 人か。もう一人入りそうな気はするけど、まあいいや。とりあえず女性メンバーで行こう。男性陣はもう休んでろ。特にジジイ、お前は16年間よく頑張った。てかマルティナってどういう系だ。35ポイントあるな。格闘お色気。あー、爪槍格闘お色気。パフパフ覚えてる。魅力、え、どうなの。身の守りが増える。槍か、槍だったら格闘だよな。爪とさ格闘の違いが分かんねえんだけど。格闘ちょっと覚えてるよね。ヒットポイントプラス、素早さプラス、力素早さ30も上がんの。異常なんだけど。槍はちょっとじゃあ捨てるか。槍は捨てて爪の方も伸ばしていく。爪は装備するんだよな。爪を装備時ヒットポイント吸収。あ、ウィングブローとかあったね。あいつが覚えてたな。会心、攻撃力、必中剣、必ずヒット。これってメタルスライムに効くのかな。烈光剣、マシン系の敵。攻撃力増やしたいからな。お色気も気になるよな。お色気だな。身の守り、さらに投げキッス。いや、使うかって言ったら多分使わないんだろうけど。ゾーン効果アップ、で魅力、魅力アップ。よし、どんどんお色気を上げていこう。いいね、 OK。 でローがどういう立ち位置になってるか。両手杖、あー、やっぱり杖か。これどういうあれだ。マジックパワー系でしょ。復活の杖、杖があって、で爪使いんだこいつも。悟り、常時回復魔力プラス5。回復もやっぱできるんだね。うん、中途半端キャラっぽいな。お祓い、マジックパワー、ああ上げられんだ。癒しの雨、あ、結構いいねこれ。いいけど使わないこいつは。よし、ちょっと次どうすんだ。世界を冒険して命の体重の生き方を見つけようということで、こっから行けるのはあとバンデルフォン地方か。世界地図を見てみよう。あ、ここまで来たんだ。結構来たね。左の方がまだ行ってないんだよね。なるほどなるほど。とりあえず先へ進んでいきますか。下のバンデルフォン地方に行ってみよう。でここら辺まださ絶対兵士うろついてるよね。だってグレグがそこにいたんだから。ん、お、光ってる。おい、枝が。
なるほど、オーブを捧げろと。ちょっと何を今の、私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇、あと6つのオーブも見えたわね。お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば命の大樹への道が開かれるということでは。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。今見たオーブってこいつのことだよな。デルカダール城から盗んできたこいつにそんな意味があったとはな。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。くれた。太っ腹すぎるだろ。準優勝。ロウ様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。危うく真の価値も分からず、ロギンに変えるとこじゃったわい。さあ、受け取るがいい。これで2つ。祭壇のあった場所は命の大樹の真下。おそらく始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。道は決まったな。残り4つのオーブを集め、始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。オーブは全部で6個なんだ。残り4つのオーブでも一体どこから探せば。オーブといえば、子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。とにかく今手がかりがない。世界中くまなく回って情報を集めるほかなさそうだな。簡単に言うな、世界中くまなく回るって。うん、世界中をくまなく回るにはまずソルティコの町にある水門を抜け、外界へと出るのがいいじゃろう。ソルティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。幸いソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため6つのオーブを手に入れ、命の大樹への道を開くのじゃ。オッケーだ。あそこにもあるって言ってたよね、バンデルポンのところにも。まあでも先にソルティアナ海岸ダーハルーネに行けばいいか。とりあえずちょっともう少しここら辺なんか見ておきたい。この家の中とかね。あそこは旅の扉でしょ。なんか入れない。お、あったあったあった。ユグノワの洞窟。あれ、ここって見たっけ。採取できるもの。ユグノワ城とか、あれなんか上に宝箱ある。あれ回収しよう。どっから入るんだ。こっから上か。で、こっちか。よし、命の木の実。まあまあまあ、かそろそろそういうのも使っていきたいね。スキルポイントの種も。あお、多く。ただもうこっちは4人いる。マッキラやり持ってんな。マジですかい。直感が行こうぜ。いや、さあ
行きましょう。ムーサルト100とか強くねえか。せいにゃよくショック受けんな。角度はいい。俺もデインを使おう。サンダル付き。ギラで十分。マルティナって槍がいいの、まあ、とりあえず槍も格闘も関係ないお色気あげてるからね。あ、ベギラマ覚えた。やった。万能すぎるなこいつ。マジで。ちょっとユグノア城もうちょっと探索していきたい。何かあるかもしれないから、宝箱とか。ちょっとってドラゴンうろついてるけどさ。あ、でもなんかあんまり広くなかったね、この中とか。ドラゴンの顔、あ、これ取ったな。でこの家は、この家見たっけ。何にもない。ドラゴンに気づかれたか。ドラゴン2体うろついてるからな。あー、でここも取ったよね。まあ復活してるからもう一回回収していきますか。魔獣の皮、であそこにスライムがいて、あ、これだけか。ここも上とか行けないしね。じゃあこんなもんか。ちょっと、え、この奥はさすがにいいや。城下町的なところ少し見ていこう。ストーンで、これ回収するでしょ。ユグノアの銅貨で、ここ悪魔の騎士がいて、あー、なんかいる。先に、お、ピオラの杖やったぜ。いいもん見つけた。で、こいつは、あ、こいつ消えるやつじゃない、青いやつだから消えるやつかと思ったけど、合言葉、エデンの祭典。いや、探してよかったな。あ、あそこにも凝ってんな。これ回収したらもうか、ちょっと分かんなくなってきた、超の派手。え、だってここの家でしょ。あとここも取ったでしょ。でこっちはキャンプ場でしょ。まあこんなもんか。じゃあちょっとキャンプして終わりにしましょうか。というところで、ちょっと待って、火事なんかあったっけ。あ、レベルアップしたってことか。集中、火力上げ、温度300度上げる、いいね。あ、特に新しいのはない。まあそんな感じで今回はじゃあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。